大手道の旧三の丸付近に復元された歌舞伎門です。信長にちなんで天下第一の門と名付けられました。岐阜城まで270メートルとあります。緩やかな石段を登ります。しばらく進むと道に唐突に大きな石の塊が現れます。ここが揚格子門跡です。周辺に大きな石や切り立った岩壁がそびえ立ち、頂に七軒櫓が築かれた要害の場所で、1600年8月、関ヶ原合戦の前哨戦で攻め上ってきた東軍の福島正則の軍と岐阜城主織田秀信軍の間で、この門をめぐって激しく戦ったと言われています。揚格子門から幅3間、長さ30間、岐阜城で唯一平坦な土地です。馬場跡と言われています。岐阜城に詰めていた将兵が馬をつないでいた場所、乗馬の訓練をした場所とか言われています。また一説には矢場であるとも言われています。確かにここだけが平坦な場所です。馬の稲鳴きが聞こえてきそうです。馬場跡からは急な上りの階段になります。階段を上り切ったところに二の丸門跡があります。この二の丸は天守台にそびえ立つ天守閣の南西一段下に築かれ、さらに一段下に二の丸門が建てられ、周囲を石垣で高く積み上げ守りを固めています。福島正則が攻めた折、門内にあった炎章蔵に火がついて大爆発し、夜空を焦がしたと伝えられています。この門内に岐阜城大木塚が建てられています。斎藤道三から織田秀信までの幾度かの戦いで死んでいった人々の
霊を慰めるために建てられたと言われています。ここには岐阜城俯瞰案内図があります。また門内から美しい岐阜城の天守を見ることができます。